ちは、本日のレッスンは体の開きを防止して、スライスを防止するというレッスン、スライス防止レッスン3に進んでいきたいと思います。スライスをする方というのはこのようにダウンスイングをする際に体が上を向いて、開いてしまう方、というのが非常に多いです。なので、しっかりと体を開かないようにインパクトする必要があるんですけども、この振ろうとする勢いでこのように打ってしまう、このようにしまうと、右に打ち出した右スライスという形になってしまいます。この今回は NG 動作を修正する練習ドリルをご紹介させていただきたいと思います。まずクラブを用意していただき、左腕でこのように地面に置きます。右手でグリップをしている形を意識してアドレスを作ります。ここからバックスイングをし、ダウンスイングで腰を捻転させ、インパクトまで右手を持ってきます。この際にこのシャフトのラインが地面と垂直ではなくてこのように動いてしまう方、要注意です。この動き、シャフトラインが逆にこちらに倒れるぐらいのイメージで素振りを繰り返し行ってください。ティーショットを打つ前に、このように持って何度もシャドースイングを繰り返し行います。このようにすることで左肩の開きが抑えられてヘッドが走ってきますので、ボールが捕まりやすくなってきます。それではそのイメージで一度打ってみたいと思います。体の開きを抑えてインパクトを作っていきます。このように極端にグッと持ってくるようなイメージで、練習をしてみてください。スライスが収まります。本日のレッスンは以上で終わります。最後までご覧いただきありがとうございました。いつも動画レッスンをご覧いただきありがとうございます。随時新しい動画レッスンを公開していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。あなたのゴルフを格段に上達させるPGA 竹内プロの5日間上達プログラムを期間限定で完全無料でプレゼント中。ゴルフの全てを解説されたこのプログラムで飛距離アップ、スコアアップ、美しいスイングを手に入れろ。ライバルに一気に差をつけろ。